高菜漬けを使ったね、美味しい一品作りたいと思います。高菜漬けと鶏肉から旨味が出るから、だしも使わなくていい。じゃがいもにもこう高菜漬けの旨味が染み渡って、でこの高菜漬けのちょっとシャキシャキした感じとね、これはいいですよ。おつまみにもおかずにも両方いけるやばいやつだ。どうも、夜中にランチパックを食べる男、笠原です。よろしくお願いします。お昼しか食べちゃいけないんじゃないの？ランチパックで大丈夫です。大丈夫？いや俺もドキドキしながら食べてたんだけど、急に夜中目が覚めて、なんかお腹空いてる時ない？なんかないかなって台所行くとさ、こうなんか多分娘が買ったのかな、置いてあってさ、だ娘にバレる怖さもあったんだよね。私のランチパック、リビングの片隅で電気消して食べて、うん、はい。じゃあ笠原さん、はい、今日は何ですか？今日はね、大変だよ高橋君。佐賀県のね、知り合いから高菜漬けがね、はい、3トン送られてきた。3トン高菜漬け、はい、美味しいの。前田さんの高菜漬け。前田さんっておじさんだよ。おじさん知らなかった？いや知らないです。もう高菜漬け界のビル・ロビンソンって言ってるの。俺仕事で一回一緒にお仕事したことがあって、ちゃんと佐賀県まで行って、こうどうやって高菜漬けをつけてるのか見せてもらった。すごいんだよ、もうこんなでっかい木の樽で。であれウコンでつけるの知ってた？あ、そうなんだ。うん、全然も知らなかったんだ。だすごいウコンの香りがして、ああこれ肝臓にいいわと思ったもんね。うん、だからもう相当高菜漬けがあるからさ、毎日食べてるんだけど、まあご飯にねのっけて食べて美味しいんだけど、そろそろちょっと違う食べ方しようかなと思って、今日はだから高菜漬けを使ったね、ちょっと美味しい一品作りたいと思います。で高菜漬けにね組み合わせるのはこちらです。鶏肉とじゃがいも、これを使ったね、昔ね中華料理で食べたことがあるお料理があるのね。それは多分中国のお漬物だったと思うね、入ってたのは。ちょっと発酵した香りがしたわ。それを高菜漬けでアレンジしようかなというお料理を今日作りたいと思います。鶏とじゃがいもの高菜漬け煮にしようか、うん、それを作りたいと思います。まずじゃがいもからいきましょうか。じゃがいもこれ今日もメークイン使いますね。煮崩れしにくいタイプです。まあなければ男爵でもいいですよ。また今日もでっかいメークインなのこれね。またいつもの親御さんだろうなこれね。まあ立派なおじゃが、あのおばさんたちが言ってるんだろうな。先ほど矢部さんこのじゃがいも念入りに磨いてました。いやだからすごいなと思いました。やっぱさすがお芋子クラブぐらいになると、もうここまで丁寧にね、メークインを洗って皮を磨いてて、あの一郎さんがグローブを大事に磨いてるみたいな、もうそれをなんかね感じさせましたよ。まああの全然皆さんはあのピーラー使ってくださいね、これね。僕はなんとなくこう癖で包丁でいつも剥いてしまうんですけど、はい。そうしたらまあね、まあこれぐらいのサイズに切りましょうか。あんまり小さく切らない方がいいと思いますね。はい、これぐらいゴロゴロっとしてた方が美味しいと思いますので。それであの切ったらね、まあ前も言ったかもしれないですけど、あのずっと水につけてる方いるけれども、そうするとあの美味しいでんぷんがどん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 水の中に出ちゃうからね、ホクホク感なくなっちゃうんで、僕はこう切ったらまあちょっとねさっと洗うぐらいでいいと思うね。こうやってね、もう一瞬さっと洗ったらもう水気切っときます。これぐらいがいいですよ。そうしましたら、あとね、いろんなね、ちょっとあの香味野菜を使いたいんで、今日はこれね、ネギとニンニクと生姜、これ全部みじん切りにします。ネギのみじん切りもね、これももう何度もやりましたね。ちょっと両方からね、斜めに切れ目を入れて、でこれをね、端から切ります。これぐらいで大丈夫です。で今日はあのこれネギと生姜とニンニク全部混ざっちゃっていいんでね、このままどんどんいっちゃえと思います。生姜は皮むいてありますんで、これもまずこうね繊維に沿って薄切りにして、でこれを今度はこうね千切りにして、でこれを横に切りましょうか。
次はニンニクです。このニンニクも立派だね。これね、何でもな、八百屋さんのは巨大化するんだね。ちょっとこのあんまりにもでかいからちょっとこの芯は取っとこうからね。いや普通の人影これぐらいだもんね。これぐらいにしとこうか。じゃあこれちょっとね潰してあげると作業しやすいと思うんです。まあでも好きな方はねニンニクたっぷり入れてもまあ美味しいとは思いますけど。じゃあ最後鶏肉です。鶏肉はねももの小肉を使います。まずこれちょっと見える筋は取りましょうね。もうね見えるとこだけでいいですからね。あとはまあ骨がついてないかねちょっと触って調べて、硬い骨があったらちょっと取りましょう。まあ、ちょっとこのあまりにもねベローンと余分な皮とか脂あったら、まあ、これもちょっと取ってあげて、そしたらこれもまあ一口大に切りますね。じゃあこれぐらいですね。まあ大体イメージはカレーとかに入ってるぐらいのね大きさですね。一口大。お肉の方にね先に塩コショウで下味つけときますんで、まあ、お塩ねパラパラパラーっと、もうまな板の上でやっちゃいましょう。お塩がパラパラパラ、あとこれ胡椒ねパラパラパラ、胡椒を、ね、かけましたらこれをねちょっと もみ込んどきましょうね。こんな感じで、はい、じゃあこれで鶏肉に下味がつきまして、はい、じゃあ下準備は OK ですね。干物の方に行きたいと思います。はい、そしたらねフライパンにまずサラダ油ね入れまして、火加減は中火でいきます。はい、じゃあフライパンが温まってきましたらまずお肉ね鶏肉からいきます。なるべく皮目を下にしてまずちょっと焼き色がつくぐらいまで鶏肉を炒めていきます。まあ、今日は鶏肉でやってるけどあの豚肉でも美味しいだろうね。これねたまたま昔食べた中華料理 そのお店が鶏肉だったんでね今日は鶏肉を使いましたけれども、豚でもいいし牛でもいいし、ね、ひき肉でも美味しいだろうなこの料理は、うん、結構全般いけますねお肉ね。はい、これぐらいね表面の色が変わるぐらいでそこまですごい焼き色はねこの料理はつけなくていいと思いますんで、そうしたらここにさっき切っといたこの ネギ、生姜、ニンニク入れて香りが立つぐらいまで炒めてあげます。うん、いい香りが立ってきましたね。こうねなんかもう中華料理屋さんの香りがしてきましたね。はい、じゃあこんな感じでネギと生姜とニンニクの香りが立ったらじゃがいもを加えて少し油を絡める程度に炒めましょう。これは火を通すというよりもこれねじゃがいもに油を絡めるというイメージですね。はい、じゃあこんな感じで油がなじみましたら高菜いきましょう。バーンと、これはあのみじん切りにねもともとなってるタイプでしたけど、あのみじん切りじゃない高菜漬けもね売ってるから、そしたらまあちょっと自分で適当にこうみじん切りにしてくださいね。はい、じゃあ高菜漬けが全体に絡みましたら最後ここにね煮汁を入れてきます。お水ね、お水、お酒、みりんです。もう今日は最初に鶏肉にね塩コショウをした味でしたのと、あとこの高菜漬けのね旨味と塩分もうこれで味を決めますから、今日はお醤油とか入れないで高菜漬けと鶏肉から旨味が出るから出汁も使わなくていい、とても簡単、水と酒とみりんだけ。まあ一回ねお酒とみりん入ってるから沸かしてあげましょう。これぐらい沸かしたら火加減は中火と弱火の間ぐらい落として、で蓋をしてねこれでしばらく煮ていきたいと思います。
まあ、じゃがいもが柔らかくなればいいんで、まあ、大体10分から15分ぐらいじゃないかな。元祖のお料理は、うん、元祖はその高菜ではないね、中国の漬物だね。うん、なんていう漬物か分かんないけど、でもなんか高菜っぽいなと思ったんだよね、食べた時に。ちょっとこの発酵した感じのちょっと酸味とかもあって、その料理美味しかったからね、まあ今回そのアレンジ版です。まあその料理の作り方もこうやって作ってるのかどうか分からないけどね。最近矢部さんが何でもすぐ調べてくれるからありがたいよね。俺一応国語辞典未だにさ、自分の仕事の時はさ未だに使ってるんだけど、いかんせんも老眼で全く読めないね、もうね、老眼鏡をしないと。え、あ、そうなんですか。 CM で見るやつです。葉月ルーペ買っちゃったの。書類仕事が俺多いからさ、でレシピも全部手書きで書くからさ、葉月ルーペ試しにやってみて、椅子に置いてこうやってイヤーンって踏んでみて本当に壊れないのかなと思って、いやーんって言っちゃったもん、なんか一人で誰も見てないのよ、こうやっていやーんって。大丈夫だった、本当に大丈夫だった。カズキルーペ大好きって言ってみたもん誰もいないのに一人で。はい、じゃあね、今ね大体ね12、3分ぐらい経ったと思います。ほらいい感じじゃないですか。あ、いいですね、スッと柔らかくなっております。もうほぼ汁気もなくなってきてるぐらいね。はい、じゃあこれで完成です。いい感じだね、これね。で最後ね、仕上げに、まあこれお好みですけどね、七味をパラパラパラとちょっとピリ辛にして、はい、鶏とじゃがいもの高菜漬け煮の出来上がりです。あ、もう香りがいいね、素晴らしい、いいね、美味しい、すごいね。もう高菜漬けから出汁が出て、じゃがいもにも高菜漬けのうまみが染み渡って、でこの高菜漬けのちょっとシャキシャキした感じとね、最後の七味がピリッとして、これはいいですよ。いや、これはちょっともうおつまみにもおかずにも両方いけるやばいやつだ。矢部さん、ビール早めにお願いします。しかもちょっとご飯も食べたくなっちゃうな、これは完全に。さすが矢部さん、できる女、ご飯も炊いてあったとは。ありがとうございます。いや、まずはビールから。これビール合うわ。いや、おいしい。高菜漬けがいい仕事してますよ、これ。高菜と鶏肉で、うん、白いご飯がモリモリすんじゃん、これ言って。おいしい。またユーゴが見てんのか、そこで。また気配を隠してきたな、お前は。食べろよ。令和の小馬監督だからね。ずっとこのぐらいから見てる。足音もしないもんな、お前な。先祖は忍者か。すごいピリ辛で。確かにご飯欲しくなります。ね。そうだよ、体にいいはずよ。矢部さん最近体に気を使ってるから、うん、肝臓にもいいはず。美味しいです、すごく。でもこれも今日はね、じゃがいもバーンと入れたけど、他のお野菜でも美味しそうだよね、うん、なんか秋だったらいろんなキノコたっぷりとか、なんかナスとかでも美味しそうだよね、うん、ナスとかさ、カブとかさ、大根とかさ。お味はどうですか。美味しいです。お弁当とかね、いい笑顔じゃないですか。そうなんですよ。可愛らしい。目がキラキラしてるんですよ。うんうん、ピュアで。ね。はい、うん。ピチピチなんですね。なんか表現が全部アイドルみたいな。目がキラキラで、ピュアで。笑顔本当に純粋で、うんうん。趣味とかなんかあったりするんですか。ゲームとか。あ、ゲーム。FPS とか。はい、ネットゲーム。
言ったゲーム名が何だか全然分かんなかった。もっとパックマンとかさ、なんでそういうの出てこないのね、パックマンとかドンキーコングとか違うの、マッピーとか、せめてゼビウスぐらい言ってほしかった。どれかは分かるやつ、一つも分からない。何なんだよそれ。